カルロスマヌエル・ボカネグラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州アルタ、ローマ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。シカゴファイアー UCLA での大学サッカーを経た後、メジャーリーグサッカーとアメリカの若手選手の育成を目的としたプロジェクト40に参加するとともに、2000年の MLS スーパードラフトでシカゴファイアーから、 全体の4番目の指名を受け入団する。リーグ戦ではプロ1年目ながらセンターバックとして定位置を確保し US オープンカップの優勝に貢献。その活躍から新人賞を受賞した。またプロジェクト40の方でも2試合に出場している。シカゴファイヤーを退団するまでの間に2002年、2003年の 最優秀 DF 賞を受賞し、同賞を2年連続で受賞する初めての選手となるなど、リーグ屈指のディフェンダーとして活躍。また、通算5得点8アシストを記録している。フラム時代フラム2003年12月末で、契約満了となり自由契約選手となった後、2004年1月8日に、一旦は拒否された、労働許可証が交付され、 イングランド一部のフラム FC への移籍が決定。1月13日には、フラムの公式サイト上で3年契約を締結したことが発表された。その後、左サイドバックで初出場した1月19日のニューカッスルユナイテッド FC 戦では、11月にシーズンを終える MLS でのゲーム以来、試合感覚を失っていたこともあり躊躇したプレーを見せ、 また、2月11日のアストンビラ FC 戦では、マーク・ディレイニーに対するタックルで一発退場となるなど、加入当初は適応に苦戦していた。しかし、最終的には、左サイドバックの定位置を確保して、チームは9位でシーズンを終え、また、翌シーズンには8月30日のポーツマース、FC 戦で遺跡後初得点を挙げた。2006から07シーズンは、 同胞のブライアン・マクブライドに次いでチーム2位となる5得点を記録。2007年9月1日のトッテナム・ホット・スパー FC 戦で初めて首相を務め9月15日のウィーガン・アスレティック FC 戦でリーグ通算100試合を達成するなど2007から08シーズンはチームに不可欠な選手となった。ところが同シーズン終了後の2008年5月25日に 放出が発表され、主力として二十六試合に出場していた選手の放出は、サポーターの間に少なからぬ驚きを与えた。レンルその後、二千八年六月に、フランス一部のスタッドレンル FC と三連契約を締結した。加入一期目には、リーグ戦、全三十八試合に出場するなど新天地でも、好調をキープし、二千九年三月八日のアージオセール戦で、 初得点を挙げた。また、UEFA カップ2008から0球でも得点し、クープ・ドゥ・フランスでは、決勝の EA ・ギャンガン戦を含めて全試合に先発、同試合では69分に先制点を記録している。サンテティエンヌ2010年7月16日には、移籍金50万ユーロで同じフランス一部の AS、サンテティエンヌと契約し、 パリ・サンジェルマン FC との2010から11シーズン開幕戦で初出場を飾った。その後、10月17日のオグック・ニース戦での無打ち勝により3週間の欠場となったが、復帰後は中心選手としてプレーし、12月5日の FC、ジロンダン・ボルドー戦で初得点を挙げた。また、2011年2月12日のオリンピック・リヨンとのデュルビ・デュローヌでは、 重要な一戦で、通算に得点目を挙げるも、4失点を喫し、チームを勝利に導くことはできなかった。翌2011から12シーズンには、ボルドーとの開幕戦で不在のロイク・ペランに代わり一時的に、首相を任されるなど、すでにチームの重要な選手となっていた。そのため、レンジャーズ FC への一席の取り沙汰された際にも、放出はないとされていたものの、結局はこの試合が、 サンティティエンヌでの最後の試合となった。レンジャーズ2011年8月17日に赤金40万ポンドで、スコットランド一部のレンジャーズ FC と3年契約を締結し、翌18日の UEFA ヨーロッパリーグの NK マリーボール戦で初出場を飾った。その数日後、マリーボール側は、 ボカネグラが同大会に出場するための必要な手続きと書類の提出がなされていなかったとして UEFA に提訴したが UEFA はマリボルが試合後の24時間以内に提訴していなかったことを理由に抗議を退ける決定を下したこの件についてレンジャーズのチーフはマリボル側を哀れな中傷者と呼んで批判したなおボカネグラは25日の マリボルトの第2戦で移籍後初得点を挙げており、この得点によってチームは2試合合計3から2で、次のラウンドへ進んだ。レンジャーズでは、ドリンゴヤンとのコンビで、印象的かつ安定したパフォーマンスを披露し、9月24日のダンファー・ムリン・アスレティック FC 戦でリーグ初得点、それから3ヶ月後の12月17日のインバネス・カレドニアンシッスル FC 戦で、 リーグに得点目を記録。2012年1月8日のスコティッシュカップのアーブロース FC 戦では初めて首相を務めるなど、充実したシーズンを過ごしていた。しかし、クラブは深刻な財政危機に瀕しており、同シーズン中に勝ち点10減点のペナルティを受けることとなる。こうしたチームの状況について、ボカネグラは、恐ろしい経験と不安を吐ろしつつも、 落胆するファンの士気を高める手助けをしたいと語り、また、ここでの生活に満足しているため、チームに残留したいと主張していた。2012年3月25日の、セルティック FC とのオールドファームでは、ゲオルギオスサマラスへのファールにより、レッドカードを提示され、ペナルティーキックを献上してしまった。その後、破産したクラブは2012年6月に生産に入り、 選手の契約を含めたクラブ資産は、チャールズ・グリーン率いるコンソーシアムによって買収された。そのため、多くの選手はクラブを去ったが、お金グラムより高いレベルでのプレーを望んでいたため、4部での新シーズン開幕が目前に迫った時点でも、その将来は不確実なままだった。しかし、7月29日のブレンジシティ FC とのスコティッシュチャレンジカップ1回戦で、 アリー・マッコイスト監督から首相に任命されたことで、チームへの残留が決定。試合後、ボカネグラは、チームを離れるつもりはないと述べ、その後の6試合に先発出場した。ところが、代表召集により、チームを離脱した後、代表で生き残るためにレンジャーズを去る意思を固めた。ラシン・サンタンデール2012年8月31日に、期限付き遺跡で、 スペイン2部のラシン・サンタンデールと契約。ただし、契約満了の後にはレンジャーズへ戻る意思も表明していた。9月22日の CD ミランデス戦で初出場を飾って以降、ラシン・サンタンデールでは出場した23試合すべてに先発し奮闘するも、シーズン終了後、チームは3部へと降格した。その後、2013年4月9日に、 自身の公式ツイッターで2013から14シーズンは規定通りにレンジャーズでプレーするだろうと発信し、レンジャーズ復帰に向けて揺るがぬ意思を示していた。しかし、代表を指揮するユルゲン・クリンスマン監督から復帰すれば三部でプレーすることになると警告され、最終的には双方合意の上6月29日に契約を解除し、自由契約選手となった。 アメリカ代表時代チーバス USA レンジャーズを退団後に母国への復帰を熱望し2013年7月1日にチーバス USA と契約した。チーバス側はトロント FC に2015年度のスーパードラフトの一巡目での指名権を与えるのと引き換えに交渉を成立させた。年代別代表として 1999FIFA ワールドユース選手権に出場後、 2001年12月9日の韓国戦で A 代表初出場を飾り、2003コンカカーフ、ゴールドカップ中に地位を確立して、同年の代表戦で13試合に出場する。2006FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選では2005年頃からセンターバックを務めつつ、左サイドバックとしても起用されて、予選突破に貢献。 2006年5月2日に本大会の一員に選出され、左サイドバックとして3試合中に試合に先発出場をした。同大会終了後に就任したボブ・ブラッドリー監督のもとでは、2007年6月2日の中国との親善試合で初めて首相を務めると、2009年6月4日に行われた FIFA フフコンフェデレーションズカップ2 0 0 9のスペインとの試合でも、 首相を務め、当時のヨーロッパ王者相手に勝利する快挙に貢献した。その後、2010FIFA ワールドカップでも首相の座を守り、イングランドとスロベニア戦で、左サイドバック、アルジェリアとガーナ戦では、左センターバックとしてプレーして、チームを支えた。2011年11月15日のスロベニア戦で、アメリカ代表史上12人目にして、 ディフェンダーとして4人目となる通算出場記録100試合目を達成。2013年3月には 2014FIFA フフワールドカップ北中米カリブ海予選の最終予選に向けた候補に選出されたものの所属クラブの状況を懸念され最終メンバーから落選した。また首相もクリント・デンプシーへ移行し2013コンカカーフゴールドカップにも選出されなかった。 以後、ユルゲン・クリンスマン監督は、若手のマット・ベスラーとオマール・ゴンザルスに出場機会を与えており、2012年を最後に代表から遠ざかった。2014年9月4日、シーズン限りでの現役引退を表明した。翌年3月2日、MLS 参入を目指すアトランタ・ユナイテッド FC のテクニカルディレクターに就任することが発表された。 メキシコ系アメリカ人の父のもと、カリフォルニア州アップランドに生まれ、アルタローマで育つ。また、兄もグランドキャニオン大学と UCLA でサッカーをしていた。もっとも、ボカネグラ自身は、幼少期からサッカーのみならず、野球やアメリカンフットボールといった多競技にも親しんでおり、アルタローマ高校在学中には、ワイドレシーバーとディフェンシブバックを務めて、 タイトル獲得に貢献した。そのため、サッカーとアメリカンフットボールの2競技で、奨学金を提供されたが、最終的にサッカーを選択して、兄と同じく UCLA へ進学。在学中には、歴史と地理を専攻していた。2012年に ESPN ザマガジンが発行する、ザボデイ o d で、ヌードポーズを取った。シカゴファイアー。ありがとうございます。